お、わかんない、これちょっと高さが、あ、高すぎた、ダメ、こんなかな。よし、はい、はい、いらっしゃい、変おじということでね、今日もじいちゃんの晩御飯です。っていうのもね、こっちのね、タチウオの切り身とこちら天然島味、これをね、金子がくれたんで、これを使ってね、なんか作ろうかなと思って、じいちゃんにこれ何が食べたいのって言って聞いたら、あるものが食べたいって言ったんでね、それを作っていきます。さあ、みんなもね、予想してみてください、何が食べたいとじいちゃんが言ったかね、この問題ね。じゃあ今からね、作っていくよ。はい、じゃあやっていくよ。さあ、じいちゃんは何が食べたかったのかな。はい、じゃあとりあえずね、こちらのタチウオからね、ちょっとさばいていきます。こう色はね、変わっちゃってるんで、ここだけちょっと取ろうかな。こう取って、じゃあ3枚にね、おろしていくよ。よいしょ。この中骨までね、進めます。そしたらこの中骨をこうして、こっちからね、はい、でもう一個もこういって、よいしょ、はい、ちょっと骨がついちゃったね、こっちにね。はい、じゃあこんな感じでとりあえず3枚ね、おろせましたっていうことで、とりあえずちょっとこっち置いておこうかな。これね、こんなに食べないんだけど、とりあえずみんなね、おろしとく。で、今日ここに1本入れて、で骨の上にね、包丁を滑らせます。で、この骨のとこちょっと高いんで、ちょっとこう上向きに入れて、この下向きに入れて、骨に沿ってね、はい、切り落とします。じいちゃん何が食べたいって言ったんだろうね。よし、ちょっと身がついちゃった。はい、そうですね、大きい切り身はこんな感じで、あとのね、このちっちゃい切り身は、ちっちゃい切り身はね、ここ切って、ここ切って、ここからピーって入れて、こっちもで押さえて、背びれをね、取っちゃいます。こういう感じでね。で、あと下の方もね、取るね、下もね、押さえて、同じようにピリピリピリ、切れちゃった、あれ切れちゃうな、これ。はい、はい、骨がね、こうやって取れます。で、あとの2つもね、同じようにやっていくよ。はい、じゃあこっちのね、切り身は、まあ、後日のね、じいちゃんの、まあ、煮付け用のタチウオにしていきます。はい、そうしたら今度ね、こっちのね、天然の島味、とりあえずここの、血合いのね、ちょっと色が変わったとこ取っとく。そしてどういこう、とりあえず皮をね、引くね。これ引きやすいのか、これどうなんだ、これわ、切れちゃった、切れちゃったな。どうしよう、やり直すか、この辺から。これやりにくいな、どうなったんだこれ。ね、あんまり上手に取れんかった。ちょっとね、皮目色が若干ちょっと変色してるんで、ちょっと取ります。ここね、そうしたらとりあえずここで切る、こうやってね、ここで切ります。少しね、お刺身も食べたいんで、この辺からね、
りあえずこれね、お刺身を。で、これを次に、どうしような。ちょっと身が厚いんで、さらに半分に切ります。よし。そして、ここで切るか。はい。こんな感じにね、しときます。さっきのね、このタチウオ。これもちょっと大きいから、このぐらいしとこうかな。はい。でね、今日はね、じいちゃんね、フライが、本当は食べたいって言ったんで、でね、フライめんどくさいんで、こういうのを見つけてあったんで、これでね、まあ、フライみたいなやつを作っていきます。さて、これどうやって作るんだろう。じゃあ先にね、この切り身の方にね、下味だけね、ちょっとつけておきますね。塩と胡椒でね。よし。でね、このまぶしパン粉ってやつをね、ちょっとバットに、これ切れんじゃん、これ切れんだ、のっけて、こうやってここにね、並べていきます。ぴょん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 とね。これ乗るか、みんな乗るんか。で、反対向けて、なんかね、香草みたいなのが入ってていい匂いがする、これ。そうしたら、これでね、パン粉がつきました。はい、こっち火をかけて、油をね、これもかな。ただね、焼いていくよ。ぬるいかな。丸まっちゃう。これで蓋をして3分ぐらいやるみたいなんで、中火で、ちょっと中火にして、中火だよ、弱火から中火だ、こんなの。でね、今蓋をしてちょっと3分間ね、蒸し焼きしていきます。はい、じゃあ3分経ったんでね、ちょっと裏返すよ。どうかな、焦げてないかな。これとか、これとか、わ、焦げちゃった。はい、こっちをね、あと2分焼いたら完成。あっち。はい、じゃあ焼いてる間に次、付属のこういうね、タルタルソースの素っていうのが入ってたんで、これをね、作っていくね。タルタルソース、こうなっとんだ。これにマヨネーズを混ぜるって書いてあったんだけど、これどんなもん混ぜるんだろうね。もうちょいか。はい、これでね、タルタルソースの完成。よし、じゃあ、あとは、はい、じゃあ焼けたんでね、開けオープン。じゃあこれをね、ではね、焼けてね、きれいに焼き取る。こんな感じでね。はい、これでね、完成。はい、今日はね、このフライみたいなやつと、まあ、お刺身でね、これでおしまい。じゃあ完成。よいしょ。おい、じいちゃん、おい、できたで。いただきます。はい、どうぞ。これそれタルタルソースつけて、うん、食べや。さあ、何でわかる。うなぎみたいなハモだね。ハモじゃねえって。さっき見たらこれさ、うなぎじゃねえって、あんた色見てわかるだろ、あんた、それ。うん、うなぎみたいな顔みたいなって。メジロ。メジロじゃねえし、昔を買っとったろ、ボケてきたか。みんな食べや一緒だわ。一緒じゃねえわ、食べ一緒だけねえだろ。食べ一緒って、はぁ、分かったの、それ。タチみたいなもんだ。タチたら正解だ、ようやく正解が出たわ。こっちの方が身がしっかりしてる。うん、それしっかりしてる。さあ、何でしょう。よく考えてな。なんだ、これと一緒だぞ、これと。こっちの刺身と一緒。分かった、目つぶっちゃったけど、分かった。ちょっと油はねえな。油ねえな、あんまり。うん。なんだ、分かる。イスラにおるか。こっちはおらん。おらんけど、仲間おる。フライには結構するな。何々フライって言って。
この前食ったろ、朝3匹こんなのが覚えてるか、覚えてるの、覚えてるんだ。これね、島味っていうの、島味。うーん、どう、うまいのか、島味。どっちがうまいの、タチウオと。タチのうまい、俺はな。お前はや、タチウオが好きなんだ。うん、でもゆっくり食べてください。はい、ってことでね、じいちゃんのね、ちょっと食レポもね、ちょっとイマイチだったんで、僕がね、あの島味の写真を食って食レポをします。じいちゃんはね、伝わらんかったな、今な、俺にも。はい、じゃあこれね、いただきます。うん、もう一回食べるか。身がしっかりしたことな。身がしっかりしてて、油はまあ普通だな。見ることはねえよ。まあ普通。結構ね、味はね、上品で美味しいと僕は思います。ね、あんま上手な食レポじゃないけどね。ね、まあじいちゃんあとね、ちょっとでね、完食なんでね、フライの方は。また次回ね、金子からなんかいいもんもらったらね、じいちゃんにね、晩ご飯作ります。じゃあね、バイバイ。